こんにちは、皆さん。歯が痛くなると今の私たちは歯医者に行って治療するけど、昔の人たちは虫歯になったらどうしていたのかな。江戸時代、砂糖を使った甘いものが少なかったから今ほど虫歯になる人はいなかったんじゃないかって想像しちゃうけど、江戸時代にもやっぱり虫歯はあったんだ。虫歯の大敵、砂糖をたくさん使った食べ物、これは上流階級の人々しか食べられなかった。将軍や大名といった人々は甘いものを食べる機会が多かったから、当然虫歯が多かったと言われているんだ。14代将軍徳川家茂は甘いものが大好きで、家茂の遺骨を調査した結果、なんと虫歯が30本もあった。これはほぼ全部が虫歯だったということになるね。一方、一般庶民の食生活は質素だったけど、それでもやっぱり虫歯はあった。庶民は一人平均4本から5本の虫歯があったと言われている。意外に虫歯が多かったんだね。でも江戸時代は現代の歯医者みたいに虫歯を削る器具もないし、麻酔も薬もなかった。それじゃ虫歯になったらどんな治療をしてたのかな。歯医者。江戸時代の歯医者には現代のように虫歯の元になっている部分を削って詰め物をしたり、かぶせ物をするという考え方はなかった。そもそも医学的な知識がなく、治療は基本的には歯を抜くことだった。もちろん麻酔がなかったから、痛いのをこらえて無理やり引っこ抜いた。どれほどの痛みだったのか想像したくないけど、痛くて失神する人もいたとか。それでも抜歯をしたということは、抜歯の痛み以上に虫歯の痛みの方が辛かったんだね。神頼み。江戸時代、歯医者に通う人はほんの一部の裕福な人々。一般の市民は歯医者には通えなかった。それじゃどうしていたのかというと、なんと神頼みだったんだ。神社仏閣にお参りして、病気を封じるおまじないを唱えた。お祓いや願掛けをしたり、お守りや呉服を買ったりして治そうとしたんだ。それからお地蔵さんの石で患部を撫でる、なんていうのもあったよ。薬。神頼み以外では、針やお灸を据える、漢方薬を飲む、梅干しを患部に貼る、竹筒を痛むところに当てて、その先にお灸を据える、大根おろしの汁を歯茎に塗る、大根おろしの汁を痛くない方の耳へ注ぐ、お灸に使うもぐさの煙を鼻から吸って口から出す、なんていう方法があった。ちょっと何言ってんのかわかんないけど、江戸時代では真面目な治療方法だったんだ。入れ歯。虫歯や抜歯で歯がなくなると、入れ歯を作った。入れ歯作りは、仏像を作る職人が内職として入れ歯を作ったのが始まりと言われていて、やがて専門の職人も登場したんだ。当時は柘の木を削って作った木製の入れ歯だった。徳川家康といった武家の人々をはじめ、元折宣長、杉田玄白、滝沢馬琴といった文化人の間で使用されたんだ。でも、とても高価なものだったので、一般の庶民には手が届かないものだった。歯磨き。江戸時代にも歯磨きはあったんだ。今の歯ブラシのようなものではなく、草楊枝というもので、柳や杉、竹などで作られた棒の先を砕いて毛筆のように房状にし、反対側は爪楊枝のように細く削られて作った。今でいう歯ブラシと爪楊枝が一緒になったような形だね。そこにハッカや唐辛子、長寿などを混ぜ合わせた薬味をつけて磨いていたんだ。草楊枝は歯の表側は磨けても裏側は磨きにくかったから、虫歯予防というより歯と歯の間の掃除として使っていた。歯磨き粉。江戸時代には、
空前の歯磨き粉ブームが起こったんだ。もともと日本では古くから塩で歯を磨く習慣があったんだけど、歯磨き粉として製品化されたのは江戸時代初期のこと。当時の歯磨き粉は指につけて歯をマッサージして使った。100種類以上もの歯磨き粉があったと言われているよ。歯磨き粉は雑貨や銭湯、寺社の境内の露店などで販売されていた。また大道芸で客を集めて商品を売る歯磨き粉専門の行商人もいたんだよ。価格は現代の価格で1袋200円から250円ほどの安いものから1袋3000円の高価なものまであった。当時は現在のような練り状のものではなく粉末状の歯磨き粉だった。粉末状の歯磨き粉は昭和の時代になってからも販売されていたから、今でも歯磨き剤のことを歯磨き粉というのはこの頃の名残だね。お歯黒。日本の伝統的なメイク、お歯黒。江戸時代の女性はメイクとしてお歯黒をしていたんだけど、お歯黒には歯のタンパク質を凝固させて細菌から歯を守る作用があったから、結果的に虫歯予防になったんだ。それとお歯黒は歯が汚れているとつきにくかったから、用事でよく歯垢を取ってから塗っていた。これも虫歯予防に役立っていたんだね。虫歯の治療方法が進化したのは明治以降、昭和にかけてから。江戸時代は明確な記録が残っていないから死因を特定するのは難しいんだけど、虫歯が原因で亡くなった人はかなり多かったと推測されるんだ。虫歯を放置すると虫歯の細菌が血管を通して心臓や肺、脳などに運ばれて敗血症を起こすことがあるんだ。有名な人では、あの新選組の長倉新八は虫歯が原因で骨膜炎と敗血症で亡くなったと言われている。現代では虫歯が原因で死亡してしまうケースは滅多にないけど、一度虫歯になると基本的に自然に治ることがないから、江戸時代の人は死ぬまで虫歯が治ることがなかったんだろうね。今回の話は面白かったですか？よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。